こんにちは。今日はこちらのダイソーで購入しているデザインやこのピンク系を使ってポーチを編んでいこうと思います。まあ、ポーチもたくさん作っていきたいので、で、アクリル 100% 40g 94m 入ってますね。でかぎ針の指定が4号から5号です。で、緑系とブルー系が他にもあって、まあ、それは過去にやってるので、よかったら見てみてください。上にリンクを貼っておきます。で、こういう風に通って、まあ、ちょっと穴が大きく開いてる方から取りましょうか。まあ、これ下手くそなんですよね、取るの。あ、綺麗に取れました。綺麗に取れたら嬉しいですね。で、今回はね、でもゆったり6号でやっていこうかなと思ってます。で、なんかね、その編み方で、過去に今からやる編み方で過去に三角ショールを作ってるんですね。なんかね、その編み方は冬しか編んだことなかったんですけど、なんかね、普通にポーチしても可愛いかなと思ってちょっとやっていきます。こういう風にしてまたモコは泣けてちょっとね、やり直します。なんかモコがね、そわそわして呼んでたからで、ここでね、グッとして、ここから1,2,3で、4,5,6鎖編みをしていきます。6号ですね。で、引っ掛けて、で、この立ち上がりなんですね、この最後の3個は。で、最初の1,2,3個目のところに針を入れたいんですね。長編みをしていくので3個の立ち上がりで引っ掛けてここに入れますね。1,2,3個目の、まあ、ここでいいと思うんですよね。手前1本、向こう2本のところ、ここに長編みを入れていきます。1個目、で、引っ掛けてこの手前1本取って、向こう2本、2個目、2個目入れて引っ掛けて、ここが一番最後ですね。ここに針を入れて向こう2本、3個目。まあ、結構ね、穴だらけのポーチになるんですけど。でね、ここでね、巻き込んでいこうと思ってるんですね。前の時もそうしたのかな。こうやってね、まあ、後ろからでも前からでも、ここ挟んで巻き込んでいきます。糸始末が大嫌いなので。で、これ前に来てるので、今度後ろにやろうかなと思って、こういう風にね、巻き込んで、こうしますね。立ち上がり一つしてます、今。で、ここからまたね、さっきの、ところみたいに6個鎖編みしていきます。今1なので2個目、2個目の時にまた巻き込みますね。2個目、で、次は3個、3個する前にこう引っ掛けて、3個引っ掛けて、4個、こうね、まあ、自然に私はやっちゃってるんですけど、6、あ、もう慣れたもんですねでもこの辺までね、巻き込んだらもう切ろうかなっていうところなんですけど、で、引っ掛けて、またさっきと一緒ですよね。このここから、まあ、ここからはね、数えにくいって方は、まあ、ここからでいいと思うんですよ。今入ってないところ、今ここは違いますよね。ここから 1,2,3 個は立ち上がりだなっていうところ、だから4個目のここですね。ここに引っ掛けて、手前って決めたらもうずっと手前をこう取っていこうと思いますね。で、向こう2本なんですけど、巻き込んでるのと3本取ってます。こういうところを取って、長編みまた3個やっていきますね。引っ掛けてこの手前1本、向こう2本、まあ、3本ですけど2個目。でもね、これでやったらめっちゃ可愛いんじゃないかなと思って。でね、ここはね、この流れでこういう向きでずっと最後までやると分かりやすいかなと思いますね。ここですよね、この流れで。で、ここまで入れます。3個目、したらこう裏返しますね。これが表なんで、これを裏返します。そしたら最初のこの鎖編みしたところありますよね、3個、このところに穴が開いてると思うんですよ。ここに引っ掛けて引き抜きします。で、引き抜きしたらまた立ち上がりを 1,2,3 個します。今度はで、引っ掛けてこの中に長編みを3回
1、2、めっちゃ可愛いんですけどこれ、3、あらら、3しますね。そしたらここで鎖編みをまたね、こう裏返してまた編んでいくので、鎖編みを1、2、3、4、5、6します。そしたらまたここから1、2、3個目までは立ち上がりなので、4個目のとこに入れるんだなっていうことで、引っ掛けてこの手前1本のとこに針を入れたら向こう2本取れるので、ここに長編み1個ずつ3個入れます。2個目、引っ掛けてここですね、一番最後ここに3個目入れます。で次はこうしてこの状態で裏返すって決めていくと、まあ分かりやすいかなと思いますね。裏の目と表の目やっぱり違うんで、まあ、こういうのでも分かっていけたらいいんですけど、だからね、表裏表裏みたいな感じでずっとなっていく感じですね。でさっきの立ち上がりのところがまた穴開いてるので、ここに針を入れて引き抜いて、また立ち上がり3個3で引っ掛けて、この大きく開いたところに長編みを3個、まあ、このね長編みの数もね変えていっても面白いですよね。2個3個、今回はね3個でちっちゃくこうやっていきますけど、5個とかにやっても面白いと思います。でここですね、また穴開いてるから、ここに穴開いてるところに引き抜いて、立ち上がりを1、2、3します。で引っ掛けて、またこれね巻き込むかなと思って、巻き込めるなと思って、どこまで巻き込むんだっていうぐらい巻き込みます。1、2、3しますね。で最後のとこまで来たなってなったら、こう何ですかね、ここは最後ですね、こう直角っていうかこうなっていくので、だからね1個ずつ増えていってます。1、2、3、次4つ1、2、3、4つ入るんですね。だからこの最後まで来たら立ち上がりを1、2、3、4、5、6しますね。でまたここから数えてもいいし、ここから数えてもいいんですけど、1、2、ここから数えるんであれば1、2、3、これは立ち上がりだなって考えるので、4個目、引っ掛けてここにね、手前1本向こう2本のところに長編みでまた始まります。2個目で、今回はね、なんかまあ前回は三角ショールで編んだんですけど、まあ、その時は三角で、その名前の通り三角でやったんですけど、また裏返しますね。今回はね正方形っていうかね、ポーチの大きさになるように、長方形か正方形かわからないですけど、まあ雰囲気を見ながら、まあ、そういう形にしようかなと思うんです。三角にしようと思ったら、まあこういう感じずっとできるところまでやったらいいと思うんですけど、正方形にする場合は、ここで止めたい場合はここまでですね、この上はやらずにそういう感じで止めていきます。まあこの横もここまでって決めたら、この上からっていう感じで、まあそういうところまで、まあ、ずっとね、まあ、どこまでできるか、まあ結構大きさはできると思うんですけど、まあこれを全部使い切らなくてもちょっとやっていこうかなと思ってますね、好みの大きさになるところまで。ではね、こういう風にずっと一段ずつ広げていきます。1、2、3っていう感じね。でこうなったら、次はこの状態でこの大きいところに入れて引き抜く。でまた立ち上がり1、2、3っていう感じですね。それでずっとどこまで広げたかっていうのは後でお伝えして、まあ、そこからまたやっていこうかなと思います。めっちゃ可愛くなりそうですけど、なんかねピンクも混ざっていくので、あ、これはね面白いですね。ではやっていきます。こんな感じで編んできました。で、まあ、この辺で、まあ、これぐらいの幅のポーチを作って、だいたい大きさ的にはこの横長で、まあこれぐらいだからね、まあ交互にやっていくからね、そういうとこもちょっと
難しいんですけど、ここでねもう決めようかなと思いますね、この横幅。だからこういう風にして横幅はもうこれ以上増やさないっていうことなので、マーカーでね印をつけとこうかなと思いますね。ここまでですってことで、これ以上つけませんってことで、でまあここはねもうちょっと伸ばしていこうと思うので、だからここのこの横を入れないでここまでこうね、こう今はここで終わってるんですけど、また1234566でやりますよね。引っ掛けて123個目、ここに針を入れて長編みでずっと同じように今まで通りやるんですけど、こういう風にやってね、で3個編んだら裏返すっていう感じでやると、まあどっちだったかなっていう感じにならないと思うので、3個入れましたね。3個入れたらこの状態で裏返す、そしたらこの穴のところがあるので穴のところに針を入れて引き抜きをして、また立ち上がり3つ、これをやってずっとこっちに行くときに、ここまでこの上はやりませんってことなので、ここまでですね、ここまで入れていくっていうことでやっていこうかなと思いますね。これは横幅、黒は横幅っていうことで、黒で、黒か白かしかないんですね私、まあそういう感じ、色で、まあ、こっちは高さっていうのを覚えとかないと、まあでもこれ以上ねこっちはいかないので分かると思うんですけど、こういう出来上がりになるってことですね。こんな感じでとりあえずここまでやっていきます。こんな感じで一応ここまでやってきましたね、ずっとさっき言ってたところから。でここまでで、このこれ以上やらないので、この上にはやらないので、ここまでですね。今立ち上がり3個して、あの穴の中に長編みを3個します。1、2、3、でこれでここのね穴の中に針を入れて、いつも通りこう引き抜いて立ち上がり1つでグッとしとこうかなと思いますね。でここでね裏返して、まあ次ね、ここの上はないので、まあどうしようかっていうところなんですけど、まあ、引き抜きでね移動させようかなと思いますね。ここここね、まあ2本取ったら分厚くなるかな、まあ2本取って引き抜こうかなと思いますね。この長編みの頭を取って引き抜いてます。引き抜いて、まあこれがどう出るか、まあいけると思いましたね。でこの穴の側に針を入れて引き抜いとこうかなと思いますね。で立ち上がりを1、2、3して、まあいつも通り始めれるからこれでやっていこうかなと思いますね。長編みを1、いけそうですね、2、3したらここの穴の中に引き抜いて立ち上がりを1、2、3っていう感じね。でこの長さはもうちょっとやっていきたいので、この上もやって、でまたこのね上を、まあ、これ以上やりませんっていうところで、まあ、何段したかっていうのと、ここも合わせてやっていこうかなと思いますね思いますね。こういう風にちょこちょこ見ながら、まあここでねだいたいこの間がここっていうのを決めといてもいいと思うんですよね。だからね、あと2段ぐらいかなとか、まあ想像ができるんで、まあ2段ですね、あと。大体。こんな感じで。だからね、まあ、ここね、蓋をつけても可愛いですよね。どうしようかっていうところなんですけど。まあね、いろいろ考えてやっていこうかなと思いますね。では、まあある程度この高さをやっていきます。こんな感じでだいぶ編んできて、で糸の残り的にももうそろそろ終わりかなと思うので止めようかなと思ったので、ここでちょっと見てみましたね。で横長で、まあ、蓋がこれぐらいあったらいいかなと思うので、ここで止めようと思います。でね、1234567891011121314151617181920やって、横は1234567891011121213ですね。ここで止めてます。でここで止めるので、さっきと同じように、まあ、これ以上編まないっていうのでマーカーをしておこうかなと思いますね。まあ同じ黒でいいと思います。ここはもう決まってきて分かるので、まあこっちの入れてもいいですね、もう取るし、パチンと取ってここにね入れようかなと思いますね。これ以上
向こうに編みませんっていうことで、で引っ掛けてこの穴の中に1、2、3して、でここの穴に針を入れて引き抜いて立ち上がり1つで裏返して、まあね、引き抜きでスーッとやってきて全然問題ないので、まあちょっと分厚くはなるんですけどね、まあ気にならないかなっていうところなので、まあこっちまで引き抜きでこういうふうにやっていきますね。3個引き抜いて、最後のこの穴の中にもこう引き抜いて1、2、3ギュギュギュってきたんですけど、で引っ掛けてこの穴の中に長編みを3個っていう感じでまたねずっとやっていきます。まあ、ちょっとね糸が足りるかどうかわからないんですけど、まあ、足りてくれたらいいんですけどね、ちょっと、まあ、こういう風にね、あとイメージ的にはこうですね、長方形にしたいので、まあ、足りてくれると思うんですけど、まあ、足りることを願いながら、まあ、最後までやっていこうかなと思います。で最後の方にやったらまた動画を撮っていこうかなと思います。ではやっていきます。こんな感じでザーッと編んできました。めっちゃ可愛いですね、これね、他の2種類2色もね同じ段数の両方同じ段数でやっていこうかなと思いましたね。これはね一応大きさ測っておくと27センチで、横がまあ 17.5 センチぐらいですね。めっちゃ可愛いんですけど、なんかねこういう柄でメディアス編み風っていうかね、棒針とかでこういう柄になると思うんですけど、まあ、編み目を変えたらねこんだけ違うんだっていう、面白いですね、こういう段染めみたいな、なんかパールケートみたいな色の入り方してるし、めちゃくちゃ楽しめやすいね。100円でこれがね、100円っていうのがめちゃくちゃお得ですね。メーターも入ってるし、でここへね裏返して引き抜きしてるところなんですね。で鎖編みを今位置しているので2個目、3個目で引っ掛けてこの穴の中に長編みして終わりますね。3個して、でねちょっとねこうバーって見たらこの辺ちょっと穴開いてるなって思うわけですね。バーって見てで、と思って見たら2個しか入ってなくって、まあ、こうやってねちょっとよく見たら分かるんで、まあ、しっかりね3目入れたいところなんですけど、まあ、こうなるんですよね私は。どっかもうここはね2個しか入ってないってこう見るともうここしかね見えなくなっちゃうんですけど、なんかすごい気になってくると思うんですけど余計、まあしょうがないですよね。まあ、早い段階で2個しか入ってなかったので、だからそれをね中にこう隠していこうかなと思いますね。まあ上だとね、そんなにも隠れないかな、こういうことですね。まあいけると思うんですよね。こうでもこういう風にするとね気にならなくなると思うので、これでやっていきますね。言われてみればっていう感じなので、めっちゃこうやってねアップでやってるから、まあ、ここしか見えなくなると思うんですけど、まあ、こういう感じにちょっとつなげて、でねまだ糸があるので一周できないかな。結局ね両方つなげたいんですよね。だからまあ置いときましょうかね。これでこうやってこの穴の中に引き抜いてこうつなげますね。だから一周やろうと思ったんですけどやめて、で、まあ、この段階でねもうこっちを蓋にするって決めたので、でこっちを表にしようかなと思いますね。まあどっちが裏でも表でもいいって感じなので、裏表交互に入っているので全体的に、なのでこれを表にしてっていう感じでね、で真ん中を決めます。で今回はねボタンで簡単につけていこうかなと思うので、真ん中持ってでこうして、ここが真ん中のブロックだなって思うので、まあ大体ですね、まあ、一応ここは真ん中っていうマークだけつけときますね。こんな感じで取れないように、でここからね引き抜きが、まあそうですね、まあ、細編み、まあ、ここはね引き抜きでして、ここは細編みしようかなと思いますね。
でこのボタンの穴をつけていこうと思います。あとね、まずボタンを決めてからじゃないと穴の大きさがいろいろあるので、まあ、ボタンを決めていこうかなと思います。まあ、こういうちっちゃいのとかも可愛いと思うんですけど、こう全体的に見て、まあ、どういうのが一番合うかなっていう、こういう出来上がりですね。まあ、2つにしてもいいと思うんですけど、まあ、大きい方がいいかなと思うので、まあ、これはいつもやってるんですね。まあね、100均のこれ100均なんですけど、こういう白とかも合うかなと思って、今回はねこの白にしようかなと思います。この裏を使ってもいいと思うんですけど、まあ、せっかくなんですけどね、まあ、これも両方使えると思うんですよね。私は真っ白も私は好きで、こんな真っ白、まあ、こっちにしようか。でもね、いっぱい入って100円だからめっちゃお得ですよね。まあ、こういうのも売ってますね。こういうオフホワイトの色もあったんですけど、あ、使っちゃったかな。なんかね、こういう字の書体もなんか違ってるものもあったりとかして、こっちにしようか。うん、まあどれでも合うと思いますけどね。これはセリアですね。こういうのとこもあるんですよ。めっちゃ可愛いですよね、100均。まあ、これにしようかなと思いますね。これで、まあ大体どれぐらいかな。あ、ここだ。ここですね。一瞬マーカーなくなったかなって。まあ、ちょっとね、一目ずつこう横に行くぐらいがいいかなと思うので、まあ、大体そういう感覚で進めていきます。で、ここは引き抜きでずっとね、やろうかなと思いますね。で、ここはね、あの角で同じところに3個入れようかなと思います。1、2、3。で、ここからは細編みをしていこうと思います。まあ、こう穴になってたり、この長編みの頭になってたり、穴になって交互に入ってますね。ここはね、3個今まであの長編みをしてたので、3個細編みしようかなと思いますね。そのまんまの通りやった方がいいと思うので。2、3。して、で、ここもこの上を取りますね。まあね、巻き込んで、こう引き抜きでこう移動してるからちょっと分厚くはなってるんですけど、まあここかな、入れるんだったらっていうところですね。ここしかないですよね。ここでね、ずっと、あ、ここもね、微妙なんですよね。この上2本取っていきましょうか。まあ、上2本取っていくって決めたら、もう上2本。まあ、引き抜きはね、もともと、ない糸なので、この2本を取っていきますね。長編みの2本、まあ、キュッキュってすいませんね、こんな感じで、すいませんねってで、ここ私は鳴らしてる、まあ鳴らしてるんですけど、私の思いとは違うところになってるんでしょうがないですね。こうモクモクってなっていくのかな。で、またここはね、この穴の中に細編み3個ですよね。1、2、3って感じで、で、まあこの手前までやっていこうかなと思いますね。だからこのね、長編みの一番最後のところ入れずに2個だけ入れて終わりにしようかなと思いますね。ここまでちょっと進めていきます。で、その言ってたところまでやってきましたね。2個入れてここで止まってます。で、ここは何個鎖編みで飛ばそうかっていうところなんですけど、ここは3個細編み入れましたよね。だから3はいるんだなって思うので、3とこっちとこっちなので5個、5個鎖編みをしていこうかなと思いますね。ここから 1、2、3、4、5 やったら、まあね、ここの1つとこっちの1つ、この長編みの頭飛ばしますね。だから1個目2個目の長編みの頭、ここに入れようかなと思います。それでね、ちょっとマーカーはね、もういらなくなるので取っときますね。ポイッとして、うん、ポイッ、大きすぎるかな、ちょっと大きかったらね、まあ、まあ行こうかな。なんかね、こっちどっちかをね、まあ、1個減らしたいんですよ、本当は。3個だとちっちゃすぎると思うんですよね。まあ、すいません。だからね、両方
均等にしたいんですよ。こっちをやめてこっちだけ取るって言ったらちょっと寄るのが嫌なので、左に、まあこっちも一緒のことですよね。まあ参考でちょっとやってみましょうか。まあ、こういうのは一番最初にね、そのボタンから考えて、まあどれぐらいの大きさが一ブロックかなっていうので考えてやってもいいかなと思うんですけどね。さあ今ちょっと思いました。でね、この一番最後の、まあ、この頭の2本ですよね。これを取ろうかなと思ってるんですけど、これ取って、で、鎖編みはね、この分なので3個。まあ、ちょっとこっちに寄ってるからね、これでもいけるのかな。1、2、3しますね。そしたら、ここもね、入れます。こっち入れたので。これでね、対照的になるからね、これで入ってくれたら、まあこれがいいんですけど。まあ、できればね、きつめの方がいいんで。あ、いけますね。これでいこうかなと思いますね。あ、すいません。これでずっとね、ここまで、また同じように、まあ、自分のルール通りですね、この2本取るって、ここなったので、2本取っていって、で、ここの穴のところには3個。で、また頭取って、一番最後、同じところに3個入れて、まあ、ここの辺までやっていきます。こんな感じで最後の方までやってきて、ここは穴開いてるところで終わってます。で、まあね、3個やって、こういう風に様子を見たら、まあ同じように、こう、もこってなってるので、まあここで終わりにしようかなと思いますね。一番最後のところだけ3目って言ってたんですけど、それができないから、まあやろうと思ったらできるんですけどね。まあおかしな感じになるかなと思うので、このまんまね、何目か、こっちに引き抜きをして、ちょっと終わりにしようかなと思いますね。ここも、まあね、この1本しか取れないんですけど、こう、5目ぐらい引き抜きをして、終わりにしとこうかなと思いますね。まあ何目でもいいんですけど、まあ、こっちもね、こうちょっと来たので、この辺で、で、グッとして、で、パチンとカットして、で、シュッと抜いて、まあこれぐらい余っているので、両方かがれるなぁ、みたいな感じでしたね。で、ここでね、糸始末して、まあ本体、終わりにしようかなと思いますね。こういう感じで、こう入れて、まあこっちを表に見てるので、裏に一応ね、こうやって、こう、糸始末していきますね。まあ、長編みのところに入れるからね、ちょっと糸始末はしにくいかもしれないですけど、こう重なってる部分をこう選んで糸始末していきますね。この糸を割りながら表に出ないようにやって糸始末します。まあ、ちょっと返しでもしとこうかなっていうところですね。でカットして完成です。で、こうやってこういう出来上がりなんですけど、まあここもね好みなんですけどね、ここボタンつけるとこですよね。で、ボタンをつける前にこうかがって、それからね出来上がりでボタンを一番最後につけていこうかなと思いますね。それもね、先にボタンつけたり後につけたり、まあその時々でちょっとね変えてるんですけど、どれぐらいの深さにするかっていうのも好みがあると思うんですけど、まあね、だいたいこれぐらいって思ったんで、これぐらいでこう折ってみますよね。で、こう出来上がりを想像して、で、ここもね、ペタンとしたい場合は、この表を見て、ここをかがるといいかなと思うんですけど、まあ今回はね、こうちょっと、間違いがちょっとできるような、本当にちょっとなんですけど、だから、こっちが表で、ね、表を中にして、まあ、どれぐらいの幅か忘れちゃって。まあ、これぐらいかな。表を中にして、こう、かがって、裏返して、出来上がりにしようかなと思うんですよね。で、この糸が余ってるから、糸を、まあ、大体ね、多めに取っときますね。まあ、二重でね、かがっていってもいいと思うんですけどね、糸の残り的にも。まあ、どうかな。まあ、一本でも十分ですかね。こうして、まあ、かぎ針で編んで、細編みでかがっていってもいいと思うんですけど、先
っちの方が早いのかな。一応ね、このどこでつけるかっていうのをこう合わせて、あ、このブロックがね合う方がいいのかなと思うんですけど、まあ、それも好みですよね。これはブロックが半々で置かれてる状態ですけど、これがこうぴったりくるか来ないかでまた雰囲気が変わってくると思うし、どうかな、どうしようかな。これはねちょっと浅くなるし、一ブロックが変わるだけでね、まあ、結構変わりますね。まあ、こうしようか、ここで決めます。なのでここで決めますね。もう一回確認して一つずつ合ってるかなっていう、まあ、ちょうどねこの穴が開いてるのと開いてないのっていう感じなんですけど、全部ここね、ここは穴開いてる、あ違うか、全部交互に入ってますね。うん、まあ、これでいきましょうか。あ、もしかしたらねこの穴が開いてるのと穴が開いてるところを重ねる方がやりやすかったりするのかもしれないですけど、まあ、どうだろう。まあ、これでやっていきましょうか。まあ、あるあるないないよりあるないあるないにした方がまとまるのかなと思うので、このままちょっとつけていこうかなと思いますね。だからここにマーカーをつけて一応ね、でこの流れでこの見えますよね、あれ分かると思うんですけど、こうやってね私はつけとかないと、もしかしたらガタンと、まあ、ありえないことをやっちゃうんでね、私こう訓練やったりとかしたら絶対おかしいんで、こうですよね、こういう感じで、まあこっちからこっち、こっちからこっち、どっちでもいいと思うんですけど、まあやりやすい方から、まあもうブロックは決まってるから入れるところも決まってくると思うし、まあね、そうですね、どうかな、難しいですね。まあ、この取るところがね難しいですよね。なんか普通のことやってないから、なんか引き抜きで移動させてる分、まあ、何目取るっていうところがねちょっと言えないんですけどね、まあ、大体こういうところで、まあ、こっちのね、まあ、ここに3回通すってことですよね、この穴の中に。こっちは 1,2,3 でやってっていうことですね。でもこう変わっていきたかったんです私は。あ、でそれはねこの穴開いてるから無理ですね。だからこうですね、つけるとしたら、まあ、そういうとこも全然計算してなかった。こうして長すぎたかな。まあ、同じところに入って、まあ、つけようかなと思いますね、一番最初は。何回かもうちょっとやってもいいと思うんですけど、まあ、グッとできれば、毎回ぐらいやっときましょうか。こんな感じ。長すぎた。長すぎてますね、これは。どう考えても。ちょっと短くしますね。もったいないんですけど。これ揺られたりいるかな。あまり今長すぎてもやりにくいですもんね。帰ってくるまでめっちゃ時間かかる。で次ね2つ目のところの、まあ、さっきの頭ぐらいのところを取って、でこの穴の中も2回目通りますね。こういうとこ割ってもいいと思うんですけどね、まあ、中かな、同じ深さのところと思ったら、そういう意味ではね、細編みを入れていくといいのかな、かなばっかりですね。細編み入れていきましょうか。ちょっとおかしな感じになりますね、これ。まあ、こういうところもね、どうなるかっていうのは、ちょっと動画で残しとこうかなと思うんですよね。私はね、失敗とかも全部ね、残していってるんですね。まあ、こういうこともありますっていう、何か参考にしていただけるものがあればなと思って。本当はね、切っていった方がいいのかもしれないですけど、なんかそういうね、残してほしいっていうお声もあったし、なので、なんかね、そうですね、1個目のところ、針入れて、ここですね、ここに、ここを当てて、でね、こういつも通りこう引き抜いて、糸をつなげてきて、グッとして、で、同じところに、もう一回ね、同じところ通ります。
そう、糸がね、割れやすいですね。グッとして、まあ、割れたまま。で、2個目、2個目も、まあ、この辺入るところですね。で、またこの穴の中は2個目通りますね。で、細編み、まあ、細編みの方が簡単ですね。で、ここの3個目のところと、また穴の中、3個入れたいので、この穴の中もですね、ここの中を取った方がいいですね。難しいかな、ちょっと、あら、取れないのかな、これ。あ、取れますね。こういうとこですね。取って、で、こっちは逆ですね。こっちに穴があるので。穴があって、向こうの3個目の1つ。あ、大体ですね。こういう中のところ。取って、この今つなげた糸も巻き込んで、で、2個目、あらら、こういうとこかな、2個目っていう感じで、まあ、ずっとね、下までやっていこうかなと思いますね。で、最後の1目だけ開けて終わりにしようかなと思います。で、こっちも同じようにやっていこうかなと思います。最後の方までちなみにやってて、まあ、1個目ぐらいしか入らなかったですね。まあ、入ることは入れるんですけど、こう見ることができないし、まあ一つ目まででいいかなと思いますね。結構開けてる方が、まあ裏返した時にまとまりがいいかなと思うので、もう一回ぐらいに同じところにします。で、ここでグッとしてカットして、で、ね、こっちとこっち糸始末して、あ、こっちもできてるんで、軽くね、こう引っ張ってあげて、ここはカットしておきますね。まあ、できましたってことで。で、こっちもね、同じようにやっていきます。はい、こんな感じで糸始末も全部終えてきました。で、まあもうマーカーやって。マーカーいらないので、マーカー外して。でね、外して。で、裏返します。裏返して、角もできるだけ出して、じゃあね、ちょっとこうふわっとなるんですね。まあ、同じ糸でやってるから全然違和感なく、まあ綺麗にできたんじゃないかなと思いますね。これで、まあちょっとここは狭まるからね、蓋がちょっと広がって、まあこれもまたいいかなっていう。めっちゃ可愛いんですけど。これでね、こうして完成しようかなと思いますね。ここですね、穴。また確認しとかないとまた。私の場合はね、ちょっといろいろあるので、で、ここでね、ちょっとボタンのつけるところ、ここもね、ギリギリまでこう折ってっていう場合と、まあ、ちょっと余裕を持って折る場合もあるんですけど、まあ、今回はちょっと余裕を持って折ってこの辺かなっていうところ、で、ちょっとね、針でこうこの辺かなっていうところですね。このど真ん中はここなので、真ん中のだから真ん中がね、この、穴と穴の間ぐらいに来るようにつけていきますね。で、私はレース糸でつけていきます。で、レース糸をこう取って、私はもう黒って決めてるんですね。まあ、昔から見てくださってる方は、まあ、ご存知かと思うんですけど、まあ、レース糸でね、もう決めてるとすごい楽なので、大量に作るのでね、こうやって決めてます。で、この後ろから、まあ、ここはね、ちょっと穴なので、こうやって、やっぱりね、引っかかりがないから、まあ、つけれないので、まあ、ちょっと下げたところ、こういうところを取って、真ん中よりちょっと外れたところに刺しますね、こういうふうに。で、まあ、こういうのもね、全然決まりがないと思うので、まあ、私はですね、こういう感じでやってますっていう。で、こう通って、これだけでね、もう頑丈になってると思うので、で、またね、こういう引っかかるところを見つけますよね。まあ、こう2本取ってもいいと思うし、こういうふうに。まあ、ここ取って、さっとして。
ていう裏でね、こう結びますね、何回か。1、2で編み目とボタンの間にこう返ってきて、でぐるぐる巻きにして終わりです。これでもかなり丈夫なので、これでね長年やってます。でまたもう一回ぐらい結んで、で糸始末は、まあ、こっちとこっちにいつもやってるんですね。まあ、これはこう着てるからこっちにしようかと思って、まあ、難しいですね。穴はあるし、カラフルな色のところに黒だし、まあ、いくつもね同じこと言ってるんですけど、まあ、ほんとね、まあ、こういうのはね、まあ、しょうがないですね。こういうところかな、一番分厚いところを一応探して、ここですね、まあ、こういうね長編みを取ってるところが一番糸が集中してるかなって思うので、まあ、そういうところを取るとこっちも向こうも極力黒が見えなくなるかなと思うんですけど、こんな感じでパチンとカットして、であとね逆の方もありゃ、こっちも同じように、ね、やっていきます。では糸始末していきます。こんな感じでもう片方も糸始末してボタンつけてきましたね。でこれで完成です。ボタンをつけて、まあ、ちょっときつめにはなるかもしれないですけど、まあ、これでいい感じですね。でも、まあ、こういうところもねちょっとあんまりビヨンって出てほしくない場合はこうってやって、まあ、調節していただければと思いますね。感じで、まあ、この編み方でやってよかったですね。まあ、これでねまた違う形でやっていこうかなと思いますね。今回できたっていうので、まあ、最初言ってたとこもそんなに目立たないかなって思いますね。目立たないっていうかどこだろうっていう感じなんですけど、もしかして見つけられてるかもしれないですけどこっちだったかな。でもこっちですもんね。こっちになる予定だったんでないんですけど、まあこんな感じです。で出来上がりのサイズをちょっと測っておこうかなと思いますね。横幅が18センチ、で縦が12センチぐらいですかね。こんな感じになってます。めっちゃ可愛くなりました。でね、この糸が余ってるからね、まあ紐を作ってもいいと思うんですけど、まあ紐もね、まあどうかな、今回はねこれだけで終わらそうかなと思いますね。まあ、紐はね、また別で動画を撮ってるので、それも合わせて、上にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。まあ、ここからね、斜め掛けバッグでもいいですね。その紐を作って。こんな感じです。めっちゃ可愛い。こう、斜め柄になってね、また違う感じに色が出て面白かったですね。まあ、こういうね、緑もまたね、違う感じで出ていくんだろうなって思うと面白いから、またやっていこうかなと思いますね。ブルーももう一玉あるし、同じこの編み方をして違う形っていうのも面白いし、まあ動画でやるかどうかわからないですけど、まあ、ちょっとやってみたいなと思いました。こんな感じで可愛くできるので、ぜひ、まあ一玉でこれだけ余って、まあ一玉でできるのでぜひやってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。